はい、皆さんおはようございます。エイトです。だいぶ顔がこけてきましたね。今日は朝ごはんはこれは白米をこう煮詰めたお茶漬け的な感じで作ろうと思ったらお茶漬けの素がなかったんで昆布だしで作ってみました。と朝牛ももですね、ちょっと今日朝しっかりガッツリしたもんなんか食いたいなと思ったんで今日の朝はこれです。いただきます。うまい。大会前のトレーニングはそれかこれが今日が最後かクラシックはもしくは明日までするっていう感じですね。はい、それではね、今日がだいぶちょっと体がだるい感じが強いですね。で、まあ、1、2食目少なかったってのはあるけど、あ、2食目はちなみにあのブルーベリーと、オイコスの無糖のものと、バイタスのチョコのやつ、あれをいつものやつ食べて、ちょっとね、あの味変でカレーの SB カレーの素を入れてみました。で、あのかさ増しかさ増しして、ちょっとこれでお腹満たそうと思います。うん。ま、でもかさ増しもねいいことだけど、カロリー低くするためにこういろいろ頑張ってね。ただそれで絞れんのやったらかさ増しもあの。控えるときは控えてくださいね。よし、それでは DHL から届きました。 DHL から届いたらこれはもう完全にバンキッシュですね。うっ、おっしゃー、スウェットパンツ系、そう今回スウェットパンツ系がすごい可愛いのが多かったんで頼んだんですけどね。ああそう、今回のねこれ欲しかったの、バンキッシュってこれ入ってるやつか。いいけど下脱いだがいいね。うん、オーバーサイズのスウェットパンツ、そうこれねかわいい、こういう感じよくない？しかもこうちょっとヒラヒラしてるから熱もこもらないから夏にもいい。え、かわいいこれ。みんなこの新作よかったら買ってみてください。コードは8で安くなると思いますので。編集が昨日の分が終わりまして、今から動画をアップしていきます。よし、アップロード中で、その間にご飯食べたいと思います。で、ご飯は、はい、鶏胸肉とじゃがいもとパプリカを炒めたものです。おいしい。これはね2食分作ったんですよね。私は今日のタンパク質が173で脂質が 31g で炭水化物が 206g っていう感じです。なのでまあ脂質はね、うん、あとでトレーニング前に多分ジンジャーティーかなんか飲むと思うんで、それに MCT オイル入れて脂質の調整しようかなと思ってます。うん、それでは、散歩から帰ってきました。もうね、もうここ最近になってくるとプレワークアウトなしではきついでございます。なので今日もプレワークアウトを飲んでいきたいと思うんですけど、ちょっとマイプロのどこやったかちょっと忘れちゃったんで、今日もギャスパリで頑張りたいと思います。本日も今開発中のこの脂肪燃焼を飲んでいきます。まあ今のところ体感としてはまあ汗かいてる感じもあるし、途中お腹がすかんくなる感じもあるんですよね。なので今のところはちょっと体感はあるのかなっていう感じですね。まあこれ飲んでる時と飲んでない時でもまた違いを見ていければいいかなと思います。でレモンクラシック当日前日前々日っていうのはトレーニングしないんで、
そこで言ったらこのサプリメントのオフ期間に入ってくれるんで、でまたと、レモンクラシック終わったらまたサプリメントをいろいろ取っていくんですけど、まあ、そこでねまたこう効果がこれ結構顕著だったなっていうのが再度わかると思うんで、そのあたりも楽しみにしていきたいと思います。それでは今日は腕トレですね、頑張っていきたいと思います。Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold, yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. Ah. ロックお願いします。なんで隠れてんすか。はい、それでは本日もありがとうございました。おそらくレモン前では最後のトレーニングになるのではないかなと思います。最後もこうやって全力出し切れたのはいつもお二人に支えていただいているおかげです。はい、まあ来週もね何日でしたっけ、89かな、はい、うん、一緒にトレーニングよろしくお願いします。多分その時の方が僕は多分テンション落ちてるんで、よろしく、はい、よろしく頼んです。では帰ってご飯食べたいと思います。はい、それでは帰ってきて最後のご飯です。いやー疲れる。明日はちょっと一日オフにして、で、明後日最後全身やって、レモンクラシック前のトレーニングは終わりたいと思います。で、今日がこれがね、
トータルで1800キロカロリーぐらいだったかなですね。ちょっと、うん、倦怠感は若干感じるっていう感じです。うん、まあ明日一日ね休めば結構体は回復するんじゃないかなと思うんで、明日は編集を結構頑張りましょう。こんな感じです。本日も視聴してくださり皆様ありがとうございます。大会まであとレモンクラシックが残り4日、ナバジャパンが残り10日ですね。しっかり気を引き締めて頑張っていきます。それではこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と、まあこの時期はね応援コメントが1個でも多いとこう元気出るんでありがたいです、そしていいねの方も500ぐらいいいねあると、まあ、結構嬉しいなってなるんで、みんなもしよかったらいいねしてください。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。